ちょろかし。3、2、1、はずごい、まい。まい。ということで、今日はドライブしながら、前回動画で発表した通り、丸裸企画。お皆さん、任せてください。今日は、稽古を丸裸にします。ダメでーす。皆さん、期待してない？期待してない？稽古の。あ、期待はしてる。ほら、もうカメラ自体も期待してないって言ってるじゃないそういうこと、期待しろ。稽古を丸裸にしていきたいと思います。イエーイそうやね、まず、もうほんとね、幼少期、幼少期、まあ、そうやね、もうほんと細かいとこから今回はね、本当にそんな細かいですか、入っていこう。わかった。まず生まれた場所、生まれた場所、産人か産婦人か、そしてもう少し大きな声で言ってまずさ、何県かからやろ、まず、はい、神奈川県の横浜市で生まれました。はい、お、響きいいな、やっぱ横浜市って。横浜で小学校3年生まで過ごし早くね、小学校行くのもうちょっと違うよ。え、それは恵子は長女、長男、長男ちゃうか、長女です、真ん中です。長女、はい、お兄ちゃんがいて、私がいて、弟がおります。あ、じゃあ2番目やったね。はい、2番目です、はい、え、赤ちゃんの頃とか覚えてんの？赤ちゃんの頃、全く覚えてない。全く覚えてないね。そういう写真とかでさ、こう本当、写真、大きかったとかさ、小さかったとかさ。あーとね、でも早く生まれた、3週間早く生まれて。3週間早く生まれた、お母さんがお兄ちゃんとかけっこして破水して、破水ってもう水が出てる。分かる分かる分かる。緊急緊急かけ、お兄ちゃんとかけっこして破水して稽古も興奮したんかな、裏側の中で。私も走り興奮したっていうか、水出てっちゃうから。私も走りたいってなったよね。そっちか、そっち、私も走りたいってなったよね。そっちかもしれない。そうだね。で、予定より3週間3週間早く生まれたけど、もう未熟児にはなんなかった。本当はお母さんと同じ誕生日だった。あ、そうなん、予定日がね。そう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 、ああ、だから結構なんか、なんかすごいねみたいになってたのに、ああ違う、もう走ったけどね全てはね。そう、走ってたから高橋尚子と同じ誕生日だった。予定日がどういうこと、生まれた日がすごくない？いや、誕生日ないわ。今パッと浮かんだだけ。すごっ。誕生日、あのランナーのね、マラソンランナーの高橋尚子さんとお母さんがかけっこによってね、私が生まれた日が高橋尚子選手、元選手の誕生日。すげえな、未だに走り続けていると。そう、その時のお母さんに感謝やね。うまいうまいうまい。なかなかね、こういう話しないんでね。しない。すごいね、面白いね。面白い。へえ、そんな感じですね。へえ、そうなんや。ちなみに5月6日です。5月6日、はい、オシム監督もです。オシム監督、そうやね、誰と同じ誕生日かとかも話したことないもんね。ないでしょ。オシム監督もそうなんや。小学校でやるよね、ドリカムの吉田美桜ちゃん。おお、勝つのが稽古かっていうところ。おお、なるほどね、そこで入ってくる。病気とかした？病気は、だから水疱瘡とかさ、なんかそういう小さい頃とか。あ、してると思う。リンゴ病とかやってた。リンゴ病、おたふくやったっつった。おたふくか。リンゴ病はなんか顔が真っ赤になっちゃうんだって。うん。と、もう今でもなるんだけど、ほっぺ。で、それと、違う。それとリンゴ病を一緒にしていいかとかわからんけど、今でもなるんだけどねって言われて。リンゴ病みたいな。真っ白、すごい白くて肌がみんな綺麗だよ、赤ちゃん。赤ちゃんはみんな綺麗やね。もちもちしてた。うん、めっちゃ白かったって、白いってさ。いや、もし稽古の赤ちゃん時期を知っている方がいたら赤ちゃん時期、コメント欄にお願いします。じゃあ幼稚園とかは？幼稚園は、そう、キリスト教に行ってて、しっかり者。ああ、しっかり者やったんや。うん、面倒見がいいとか。おませさんみたいな感じで言われた。
お母さんがもう稽古はおませさんでおませさんでみたいな、で大人の話もすごいよく聞いてて、う聞いてて、おうそう言われてた、幼稚園では同級生の、うん、なんかご飯の前とか手洗うのとか遅かったりすると、うん、もう早くみたいな説教して手を洗ってあげて面倒見いい靴とか履かせてあげて、うん、手をつないで、うん、そういうの覚えてる、なんかやってたなみたいな、ちょっと覚えてる、うん、そうなんや。幼稚園のイベントとかはなんかさ、あ運動会とかさ、はいはい、なんかお遊戯会とかあった、うん、運動会お遊戯会あった、もうどうだった、バッチリ、何だかバッチリってなんだバッチリって、何がバッチリか多分誰も見ても分からないあ、バッチリなんだって言っても、だけどなんか別にでも幼稚園のなんか劇みたいなんだけど、それは主役とかではなかった、バッチリじゃないよ、うん、何がバッチリ、主役をやらされるやつではなかった、うん、なんか昼過ぎ系のやつだから天使役っていっぱいいるんだけど、うん、それだったそれは稽古にとっては今思えばバッチリだった、いやそれは深くさっきバッチリって言ったよ、でもその役を演じることはバッチリ演じたよってこともう完璧、それはマラソン大会とかあった、マラソン大会プールとかさ、あプールあった、プール通った、あ習い事は、習い事は4歳からピアノ、うん4歳からピアノってすごいね、ヤマハおお、すごい活発的やった、幼稚園の頃とかさ、その運動とかさ、うん、活発運動、そうだね、そうだね、うん、ピアノも中学生まで続けて、ピアノも中学生まで、うん、すごいね、うん、なかなか多彩でしょ、多彩、まだ2個やけど今のところまだ今のところピアノと水泳しか出てこんけ多彩多彩って言われたけどさ、うん、どんな遊びしてた、遊びか、うん、いや普通になんとかごっこしてたよ、なままごとしてた、以外の時間かどっか、保育園長いんよ、だから朝の7時半から7時ぐらいまで預けられてた、あ、そうなん、そう保育園、あ、そうなんで、私0歳児から預けられてたんですよ、あ、そうなん、そういうの先に言ってよそうなん、0歳児からもうずっと何ヶ月とかから、お母さんももう共働きだから、あ、そうやったんや、そうあ、知らんやった、いや、そういうの聞きたかったよね、先に言ってほしいよね、そういうの、そういうの出てくるわ、ザ・パローだ、それをもう今、もう時間終わるぜ、本当だ、うん、もう時間、何だっていいよ、出していいよ、そっか、うん、いやそれ丸裸ないか、あなたは今日丸裸にするっていう体でそっか、めちゃめちゃ泣いてたっつった、うん、保育、あ、そうなの、預けた時ね、うん、多分ちょっとその寂しいとかっていうのが芽生えてきた時ぐらいは、うん、もう本当ひどかったっすだ、あ、そう、いやいや気ね、そうそう、うん、預けた時にも泣いて、うん、先生の膝の上、甘い、あーね、坪井先生ありがとうございます、あ、坪井先生あの立派に育ちました、育ちましたね、オーストラリアにまで頑張ってます、はい、あの泣いていた稽古、イヤイヤ期の時期の稽古では今はありません、幼稚園と保育園の時好きな子とかいた、おった、いた、何くん、まさしくんだったかな、何、まさしくん、おお、すごいから1個上の子、年上の子もだけど別に好きとかって言った記憶も、うーん、面白い、幼稚園でやっぱあるよね、あるよね、あるの、幼稚園の頃の写真とか、バンって出てくる、いやー出したくないね、出そう、バンやばい、出さない、バン出そう、バン、違うやつを出そう、バン、誰や誰が出てきたやろ、かわいいやつ、かわいいやつということで、はい、幼少時、はい、結構の丸裸にする、はい、次の動画は楽しみにしててください、はい、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします、じゃあね、バイ。